近畿と中央地方で30センチ、四国で20センチ、九州北部で15センチ、九州南部で10センチと予想され、その後も雪が続く見込みです。また、北海道の日本海側では低気圧の影響で風が強まり、夕方にかけて所によって猛吹雪となる恐れがあります。気象庁は、普段雪が降らない地域でもまとまった積雪となっていることから、積雪や路面の凍結による車の立ち往生など、交通への影響に警戒すると、積雪の多い地域では雪崩にも十分注意するよう呼びかけています。北朝鮮が核・ミサイル開発を続ける中で、おととい開かれた韓国と北朝鮮の閣僚級会談について、国連の安全保障理事会は、朝鮮半島の緊張緩和に向けた信頼構築の可能性を開くとして歓迎する一方で、北朝鮮を含む全ての国が安保理決議を厳格に履行すべきだとする見解を発表しました。韓国と北朝鮮はおととい、軍事境界線にあるパンムンジョムで閣僚級会談を開き、来月の平昌オリンピックに北朝鮮が選手団などを派遣することや、軍の当局者会談を開くことなどで合意しました。これを受けて国連の安全保障理事会は10日、今後の対応を話し合うため非公式会議を開き、終了後、議長を務めるカザフスタンのウマロフ国連大使が記者団に対して安保理の見解を読み上げました。この中で安保理は今回の会談について、朝鮮半島の緊張緩和に向けた信頼構築の可能性を開くとして歓迎し、南北関係の改善に期待を示しています。一方で、北朝鮮を含む全ての国が安保理決議を厳格に履行すべきだと強調し、北朝鮮に対して核・ミサイル開発をやめるよう改めて求めています。議長が読み上げる見解は、文書の形で発表する報道機関向けの声明よりもレベルが低いもので、安保理の全てのメンバー国の合意が必要です。安保理では圧力の強化を目指す欧米各国、対話を優先する中国やロシアとの立場が戦ったので、決議を確実に履行しながら、いかにして非核化に向けた対話につなげていくのかが課題となっています。小野寺防衛大臣は訪問先のハワイで、政府が導入を決めた新型の迎撃ミサイルシステム、イージス・アショアの試験施設を視察し、将来的には弾道ミサイルに加えて、低空飛行が可能な巡航ミサイルなども迎撃できる総合的なシステムに発展させたい考えを示しました。小野寺防衛大臣は日本時間の今朝、ハワイのカウアイ島にあるアメリカ軍のミサイル実験施設を視察しました。小野寺大臣は国防総省のグリーブスミサイル防衛局長の説明を受けながら、迎撃ミサイルに指令を与えるコンピューターシステムや開発中の最新鋭レーダースパイ6などを見て回りました。この後、小野寺大臣は記者団に対し、将来的には低空